はい、皆さんこんにちは。早速ですが、皆さんはプレゼント企画に応募したことがありますか？私も何回か応募したことありますが、なかなか当たりません。そんな私もついに当選しちゃいました。早速届いたプレゼントを開封していきます。どんなものが入っているのでしょうか。プレゼント企画に応募して当選したのは、アルティナのネックパッドです。応募方法はアルティナのシートカバーを購入して取り付け写真を送るだけです。取り付け写真を送るとレザーティッシュカバーは無料でもらえます。さらに抽選でネックパッドも当たります。誰かの参考になればいいかなと思って写真を送りましたが、本当に当たるんですね。せっかくなのでどんな商品か紹介します。レザーカバーを開けると中身は低反発ウレタンで柔らかい素材でした。チャックもちゃんとしています。しかも2個セットで送られてきました。実際に使ってみた感想なんですが、フィッティングが良く気持ちいい感じでした。早速取り付けていきます。取り付け方法はヘッドレストを上げて後ろで固定するだけになります。応募フォーム等につきましてはブログにまとめておきました。アルティナのシートカバーを過去に購入したことがある人やこれから購入する人は写真を送付すると良いと思います。最後にヘッドレストの位置を調整すれば完成です。あっという間に完成しました。試しに冷風送風付きのマッサージシートカバーの上に装着してみます。ネックパッドを外さずやろうと思ったんですが、後ろの固定の紐が少しパツパツだったので、一旦ネックパッドを外して取り付けします。こちらも無料でもらったアルティナのティッシュカバーを後ろにつけていきます。シートカバーとレカロ用のシートカバーの2つ購入したので、私は2つティッシュカバーをもらいました。1つは今設置している場所に取り付けしましたが、もう1つはどこに設置しようか悩み中です。ヘッドレストと同じ素材なのでそんなに違和感はないですね。続いてセカンドシートにも取り付けしてみます。実はこのネックパッドは非売品ではなくて実際に販売されている商品でした。それを2つも送料無料でプレゼントしてもらいました。アルティナさんありがとうございました。アルティナさんのホームページでは購入者が送付した写真が一覧で見れます。ハイエース以外にもたくさん載っていますので、フィッティングや装着のイメージの参考になると思います。シートカバーを購入検討している方は一度覗いてみてはいかがでしょうか。